はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日は、カードゲーマーの間で密かに話題になっている、神ゲー TCG こと、パラレル TCG の動画でございます。前回ですね、パラレル TCG とはどういうゲームなのかと、こういう動画を投稿させていただいたんですけれども、その動画よりも、より深くね、踏み込んだ内容になっているかなと思いますので、よかったら最後までご覧ください。今日の動画ではですね、格安で、デッキを作るコツだとか、あと、無課金でカードを集めるおすすめの方法であるとか、それからおすすめのレジェンダリーカードの紹介、そして、環境デッキ、一個だけなんですかね、環境デッキの紹介と、プレイを、紹介していこうというふうに思っております。やっていきましょう。まずですね、何のデッキ作ればいいんですかって話なんですよね。はい。これは始めたてで迷うと思うんですよ。パラレルの、デッキレシピの参考になるのが、一応概要欄に貼ってあるんですが、ちょっとね、公式のサイトに、載っておりまして、こちらをご紹介していこうかなというふうに思います。これ概要欄から飛んでいただくと、まあ、こういうサイトにつながるんですけど、このメタっていう、このタブですね。ここのタブをクリックしていただくと、メタティアリストっていうのが出てくるんですけど、このティアリストっていうのが一応環境デッキの、まあ、一種のデッキレシピみたいなのが掲載されておりまして、上から順にアーゲンコア、アースン、カサーリ、シュラウド、マルコリアンみたいな感じのデッキになっています。ちょっとですね、まあ、実際に見て いければなと思うんですが、例えばこのアーゲンコアのデッキであれば何が何枚必要ですよみたいなのがこれバーっと書いてあって、でこれすごい便利で、これデッキコードをね、コピーすることもできまして、ここにコピーデッキコードって書いてあるじゃないですか。これデッキコードをコピーしていただいて、で、ゲームに貼り付けることによって、ね、コピーができるんですよね。ですね、コレクションの、デッキをインポートっていう、このボタンを押していただいて、さっきのインポートコードを入力するじゃないですか。で、なんか適当に、デッキ名つけてもらって、で、インポートすると、さっきサイトから引っ張ってきた、デッキが、どれだ？これか。こんな感じで、見れるようになると。こんな感じですね。なんで、まぁ、ちょっとデッキレシピなんかどんなのが強いのかちょっとよくわかんないなみたいな。困ったら、さっきのサイトを使っていただいて、まぁ、活用して、デッキを参考にしていただければなというふうに思います。まあ、持ってないカードとかもね、あると思いますので、その辺は代用するなり、なんか自分が強そうだなと思うカード入れてもらえば全然大丈夫なのかなと思うので。で、最初はおすすめのデッキなんですけど、まあ、レアリティの問題ですね。レジェンダリーカードとかが少ないっていう理由なんですけど、この下の3個、この辺が、まあ、マルコリアンとかシュラウドのデッキになってるんですけど、この辺が割と、レジェンダリーカードが少なくて、おすすめかなといったところで、一番上の、アーゲンコアも結構分かりやすい、戦術が分かりやすいので、まあ、個人的にはこのデッキもおすすめかなと思ってます。無課金でカードを集める方法についてちょっと一応ご紹介していこうかなと思うんですけど、まずですね、このゲームで初心者モードっていうのがありまして、このプレイのタブからこの初心者モードっていうのを選ぶことができるんですけど、これがね結構たくさんアイテムもらえるんですよ。これちょっと僕まだアーゲンコアとマルコリアンの途中くらいまでしかやってないんですけど、例えばここの初心者モードアーゲンコアの部分をクリアすると、パラゴンが2枚ぐらいアンロックできて、パラゴンってエースカードですね、エースカードが2枚ぐらいアンロックできて、でさらにスターターデッキがもらえて、でプレミアムパックが引けて、で、さらにレジェンダリーカードをもらえるっていう。これ、一応この初心者モードを、全部ね、クリアすると、15個の幻影パックと、5個のプレミアムパックと、5個のスターターデッキと、5枚のレジェンダリーカードが全部手に入るっていう、マジでぶち壊れの、ぶち壊れ資産をね、ゲットすることができますので、これはね、最初はね、やっていただくのをお勧めしたい。ちょっと僕途中までしかやってないですけどね。で、ミッションとかバウンティっていうのもあるんですね。ランク戦とか、あと非ランク戦とかでもそうなんですけど、このバウンティっていう、例えばランク戦で20回勝利するとか、あとなんか、非ランク戦およびランク戦でカードを32枚バンクするとか、これちょっと一応僕今触ってみたんですけど、これ獲得できますよね。これ獲得すると、こういう風な感じで、なんかパックが向けたりとか、こういう、カードがもらえたりとか、まあ、そういうのがありますのでね、まあ、この辺をちょっと活用していただくっていうのが、もう1個目。で、あとトーナメントですね。トーナメントちょっとまだハードルが高いかなとは思うんですが、一応参加すると、なんか1位から4位くらいまでは、幻影パックっていうのがもらえたりするんで、まあ、慣れたらここのトーナメントに参加するっていうのもありかもしれないです。
あとはですね、バトルパスっていうのがありましてですね、これまでちょっと無料のパターンのそのバトルパスと、プレミアムっていう課金した場合の、バトルパスとあるんですけど、無料でも十分ね、そのアイテムとかもらえますし、まあ、もちろんプレミアムで課金していただければプレミアムの方の、報酬がもらえますんで、まあ、この辺はね、もう自分のレベルをアップしていったりとかして、どんどんもらうアイテムが増えていくっていう感じなんですけど、まあ、ここを進めていただくっていう感じでしょうかね。とりあえず進め方は。で、ただね、このゲーム、正直課金ゲーではないですね。はい。無課金でも十分楽しめると思います。しかもダウンロード無料ですしね。ぜひね、まずこの機会に遊んでみてほしいです。よくある質問で、このゲーム NFT っていう、機能も備わってるんですけど、NFT カードないとプレイできないのっていうね、質問があるみたいなんですが、全然そんなことないんで、安心して、プレイしていただければな、というふうに思います。あとはですね、ストア。ストアももちろんあるんですけど、この、カゴ、買い物カゴのマークのこのカゴですね。ここで、パックを購入したりとか、あと、獲得できるよっていう、お金を払えばね、っていうカードが、いっぱいあるので、まあ、ここで気になったカードがあれば、購入をしていただくという方法でも、カードは入手できます。無料カードっていうのがありましてですね、ちょっと僕今さっき獲得しちゃったんですけど、ここ無料だったんですよ、これ。無料で、まあ、もらえるカードもあるので、こういうのも、まあ、がっつりと、ゲットしていくという感じでしょうか。ね、おすすめの、なんか最初、ゲットすべき、レジェンダリーカードをちょっと、ご紹介していこうかなというふうに思うんですが、ですね、まあ、いくつかあるんですよ。レジェンダリーカードもこんだけ種類がたくさんあるんですけども、まあ、僕が、ま、使ってる感じと、まあ、対戦相手が使っていったカードを見て、まあ、これ強いなと思ったのが、ですね、まずこれですね。カルテルの金庫版、ハーフ鏡。このイケメンは、あなたがプレイするエフェクトのコストが1減ると。で、敵がプレイするエフェクトのコストが1増えるということで、まあ、自分は、ま、有利にプレイできて、相手を邪魔することもできるっていう、まあ、ユニットになってるんですけども。で、しかもコストも2で結構ね、プレイしやすいですし、まあ、こいつは結構強いなと思ったのと、あとはですね、これ。このね、まあ、ちょっとコスト 5が重いんですけど、結構。琴書にウォンっていうね、このおじさんがいまして、このおじさんが、なんか書いてることめっちゃ強いんですよ。あなたのデッキの一番上から5枚のカードを見て、で、異なるカードタイプのカードを2位の枚数選んでそれらを引くと。だから例えば、ユニット、エフェクト、レリック、アップグレードってやったら、いきなり4枚ぐらいカード引けるんですね。まあこれ運ゲーになりますけど。で、さらに、どこにのカードをデッキの一番下に戻して、で、引いたカードのタイプ1個について、ランダムな味方ユニットの1体にプラス1プラス1を付与するよと。だから急に、なんか、4枚くらいカード引いて、4枚だから88か。88くらいの化け物が爆弾する可能性あるんですね。そういう動きがね、だ結構使ってて強いなと思ったので、まあ、これは結構、まあ、入手しておいてもいいカードなんじゃないかなというふうには思いました。さあ、早速ですね、ちょっとぐっちゃべっててもしゃあないんで対戦をしていこうと思いますが、使っていくのはですね、このアーゲンコアの、ジャガーノート工場っていうデッキを使っていこうと思ってます。これは、先ほどの、サイトの、ここのサイトの一番上にあった、この、アーゲンコアデッキ。これをデッキコードをコピーして、そのまま使ってます。結構使ってる感じ、まあまあ、強いし、あとね、戦術がこのデッキ分かりやすいんですよね、めちゃくちゃ。なんかそのアップグレードを装備して、ユニットに殴り続けるっていうだけなんで、すごい分かりやすくて、使いやすいんで、まあよかったら皆さんも使ってみてください。やっていきましょう。さあ、マッチングしました。お相手の方は、ということでマルコリアン、キャサリン・ラポワントの、パラゴンを設定している、方ですね。さあやっていきましょう。僕が先行かな、これは。さあ私の先行ということで、一旦ちょっとあれですね、コストが重いやつだけ戻して、で、最初は安定感を、付与しつつ戦っていきたいといったところ。僕のターンですね。まず優先接続パイロットはプレイできそうなので、グラフェンバッテリーを、エネルギーにチャージして優先接続パイロットを召喚して俺のターンは終了するぜ。これなんだっけ、ランダムな乗り物を1枚引く。あ、これ強いですね、これね。これ1枚サーチできるのめちゃくちゃ強いですね。召喚して、で、アップグレードして、アップグレードをするとこのカード、このユニットは防衛 と、回収とシールドが、付与されて、まあ、エフェクトの効果かけないとか、相手の攻撃ブロックできるとかいろいろありますね。で、今アップグレードしたので、これ攻撃すると、1枚
カードを引けますね。はい、これでアドバンテージを稼いでいくという感じでしょうか。でメイン、僕のターンを終了。うわまた乗り物めっちゃタッチでされる、やばすぎる。あなんか打点上がった、強い、痛すぎる。でこれで、アップグレードをこれをここにつけることができまして、これさっきのねアップグレードのいいところですね。これそうつけてるやつを、こっち側に移動させて、でもう一回同じようなことができますよ。マナ、ユニットバンクに置きチャージして、で、自動化の専門家出して、自動化の専門家は、出た時に、生成できるんですよね、ユニットを。なのでここでユニット増やして OK で、こいつ武装持ってます。武装っていうのはユニットの特殊能力で、他のユニット攻撃するときに武装してないやつをぶん殴るときはなんか一方的に倒せるみたいな、そういうダメージを受けるやつに一方的に倒せるよみたいな、めちゃくちゃ強い能力ですね。でこれで攻撃を仕掛けます。あれシールドポット攻撃するの忘れた、間違えた。ここを攻撃しても、まあ、結局ブロックしてもブロックしなくても変わんないんだけど、はい、あブロックしてきた相手で1枚ドローして、で僕のターンは終了ですよと。さあ、倒されました。でまたこのアップグレードを、移動して、まあ、ここにつけて OK、 よし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 、いいぞ、いい感じでつけてはいる、まあ、どんどんあのアップグレード付け替えて戦っていこうあのアップグレード結構強くて、あやばい、あ出た、こいつ強いんだよな。なんかダメージ与えてると相手に出てきて、でこのなんかこの衛兵新兵かみたいなやつめちゃくちゃ生成されるんですよ。これめちゃくちゃ強くて、これちょっと一回レリック今いらないかな、いちいちで倒していった方がいいか。ユニットここでまあ、とりあえず最初の、カードにダメージ与えることができるんで、これ破壊して、はい OK で、さらにここ出して、はいでさらにこれ破壊して、これ出てきた時の奮起ってやつですね。これ召喚した時に2人の対象にダメージ与えるよっていう、ダメージ与えたら倒せますよみたいな。今度は武装か、まあ、どっちにしてもこいつを倒したいんだが、多分これブロックしてくるよな。 OK で1枚ドローできて、でターン終了と。で次のターン、あこのターンか、このターンに、武装攻撃ジャガーノート、これが生成できるんで、これ生成していきましょう。パラゴの特殊能力ですね。なんか強いの出てきた、なんか強そうなの出てきた。強そうなやつはちなみに、あーなんかいっぱい出てきた、なんかすごいいっぱい出てきた。ちょっとカード出しすぎじゃない、カード出しすぎだろこいつ。お前これなんか乗り物ユニットみたいなやつを壊さなければ、痛い。この1の11の傭兵の銃使い、こいつを破壊されてもしゃあないから、なんか強いの来い。なんこれコスト2以下破壊できるんで、一応4出しに行く感じですかね。おお、めちゃくちゃ喋るやんけ。仲介人出してで、コスト2以下破壊できるので、なんか強そうなやつ破壊してえな。なんか防御力4のやつ破壊するか。 OK で武装してるんで、まあ、このなんか壁みたいなやつ破壊しに行くでしょ。でここ破壊するでしょ。はい OK で、ここでダイレクトアタック。 OK 今日のところはこんぐらいで勘弁しといてやるわこれそろそろこのキャサリン来るんじゃないの。キャサリン来るとめんどくさいんだよね。キャサリンなんか5-5あってさ、こいつはなんかランダムな敵一体をなんかターンしろじ攻撃してくるっていう、まあ、そういう効果なんですけど、これそろそろキャサリン出すだろこれ。ありがとうございます。うわ来たキャサリン、あ強い66やばいだろ66やばいでしょ普通に。66でさ、これなんか毎回攻撃してくるのマジ強くね。あー破壊されちゃった、闇市場の商人さんが。はいはい、でこれで誰を攻撃してくるか問題だよね。あー俺のライフなんだ、なるほど、これランダムなんだよね確か。そうだよね、とりあえず4出すか。じゃあはい、でコストが2以下のやつ破壊できるんで、ここ破壊します。 OK
で、キャサリンをとりあえず一方的に攻撃して、あ、そっか、攻撃破壊されないとあれなのか、一方的に破壊はできないのか。で、ここ破壊して OK、まあ、これでエンドするしかないかな。いや、ライフがちょっとね、危ないっすね、普通に。今、18しかいんで、割と相手ゴリ押ししてくるとちょっときついから、もしかすると。まあ、次でまたもう一回、ユニット、攻撃用ジャガーノートとか生成できるんで、まあ、ワンチャンあるかなって感じなんですけど、こいつはまた防衛がされると。で、これはエフェクトプレイした時に、なんか打点が上がるやつ。強すぎ、ワロタ。だこいつはただ、また、この、闇市場の仲介人で爆破できるんで、まあ、言うてそんなに怖くないですね。ええ、あ、ダメージに痛い。ああ、闇市場の商人が破壊された。まあ、それぐらいはしょうがない。いいだろう。はい。で、攻撃、お互いにダメージ入れていく。うわー、やられた。痛え。うわ、面しょられた、きっつ。面しょられた、きっつ、マジ。そうな、まあ、とりあえず、闇市場で、このなんか打点がクソ高いやつは、これ処理するしかなくて。で、これ破壊するじゃないですか。闇市場の仲介にめちゃくちゃ活躍はしてるな。廃棄なんか今あるよね。この人出ると、こいつを装備できるんで装備しまして、オッケーで、これでエンドすると、今度パラゴンの能力でもう一回攻撃用のジャガーノートが爆弾する。オッケー、よし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 、頑張れ頑張れ頑張れライフはないけど、ライフはないけど、頑張ってる。かなりいい勝負はしてる気がするけど、どうだろうな。これ防衛持ってんのか。あ、ダメージにね。オッケー、ダメージに、ランチャーで俺の闇の市場の商人が爆破されました。いや、結構仕事したな、闇市場の商人さん。これ何、これ何、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 強そう。何これ、いった、いった、すげえ。なんかあれか、バーンダメージ与えるかとか。まあ、とりあえずこれは出すわな。で、また武装用ユニットを爆弾させますよね。はい。で、さらに、とりあえずユニット出して、出せるもん出していきましょう。はい。で、さらにもう一発ユニットも出しちゃっていいな。 OK、 行くしかねえ、行くしかねえ。俺攻撃すんだろ。オッケー、で、ここで一方的処理する。オッケー、これで面はショッター、とりあえずターン終了。やばい、時間がない。オッケー、とりあえず面ショッター、面はショッターので、あとは俺が相手の顔面を殴ることができればなんとかなるんだけど、敵に2ダメージを与える。エフェクトプレイしたらやばい、やばい。あー、2ダメージ与えてきたライフが焼かれる、俺のライフが焼かれていく、俺のライフが焼かれていく。まずい、あいつもほっとくとやばいこと起きるから、やばいやばい、焼かれていく。痛て痛て、ただ相手のリソースもないよな。相手のリソースはもうない。結構、あ、だからここ2ダメージ、ここ与えればいいか。2ダメージ与えて OK、はい、2ダメージ与えました。で、グラフェンバッテリーとかいうやつをもうなんかこのユニットつけて、で、これで打点8になるじゃん。で、ここ一方的に処理すんじゃん。はい、 OK。 で、さらにアップグレードもなんか装備できるってか、装備するかわかんないけど。で、とりあえず8ダメージあとはこいつらで殴るしかねえ。頑張れ、いけ、おら、俺のライフはあと7しかねえ。でも、お前のライフはこっから一気に削り切れるぜ。うおっ、よし、ワンドロー、いけ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 よし、これ次殴ったら倒せるだろ、次殴ったら倒せるだろ、だ、打点的に。頼む、頑張れ、俺の相棒たちよ。ガチであと7しかねえの、怖すぎる。何これ、何、このターンであなたが最初にエフェクトをプレイしたとき、そのコピーをプレイする。いや、大丈夫、これは関係ない。オッケー、何もか、マジで関係ないマジで関係ない、マジ関係ない。骨董商人を召喚、効果発動。デッキトップを見て、なんか種類の違うやつをいっぱい、なんか回収することができちゃうよーんっていう効果だぜ。この辺回収しとくか。はい、そしてさらにランダムな、ユニットの打点を、めっちゃアップする。うお
いっけ。あ、こういうこと。攻撃アトラマ、いけ、攻撃をジャガーロートへダイレクトアタック、よっしゃー、オッケー、よっしゃー。というわけでいかがでしたでしょうか。まあ、そもそもこのゲームダウンロードが無料ですからね、普通に楽しいですしね。あの皆さんもあの概要欄からあのダウンロードだけしてみていただければなと、はい、いうふうに思ってます。ちなみに今回のパラレルリーグ、公式の大会とかも開かれてまして、あの e スポーツの分野にもね、あのかなり進出してるんでね、今回のパラレルリーグファイナルラスベガスで開催らしいですよ。はい、ラスベガス行きたい方はぜひ今が始める時だ、やっていこう。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。